アレックス・オロックリンことアレクサンダー・オラックラン。1976年8月24日隊は、オーストラリアの俳優。身長185センチメートル。1976年、オーストラリアのキャンベラに生まれた。父親は、物理学、天文学教師。母親は看護師で、両親からアイルランド及び、スコットランドの血を引いている。幼少期は注意欠如。 多動性障害の不注意優位型と、脅迫性障害に悩まされていたが、大人になった現在、さほど影響はないと語っている。シドニーのオーストラリア国立演劇学院で演劇を学ぶ。卒業後はオーストラリアで俳優活動を始め、その後アメリカのテレビドラマ等にも出演するようになる。2012年、スティーブ・マック・ギャレット役で主演している。 アメリカ合衆国 CBS のテレビドラマ、ハワイ5-0の撮影現場に手肩を負傷し、その際に処方された鎮痛薬に依存してしまう。この薬物依存を断つためにリハビリすることを決意し、俳優業を一時休業することを公表した。自らが可能な限りスタントをすることを望んでいる。スタントをするにあたり、カンフルや対極拳などをトレーニングに取り入れた。 1997年7月に第一種となる男児サクソンが誕生する。近年、サクソンはハワイ5-0の撮影現場を見学に訪れているという。2012年10月25日に恋人で元全米サーファーチャンピオンであったマリア・ジョーンズとの間に第二種となる男児ライオンが誕生する。2014年4月18日に 恋人であるマリアと結婚。川釣りと海釣りが趣味であり、得意とする。ハワイ5-0でハワイに来て、住むようになってからサーフィンをするようになった。また、バイクに乗ること、ロッククライミング、ギターを弾くことも趣味である。自身が出演した映画、ホワイトアウトのプレミアでのインタビューで、パイロットライセンスを取得しており、セスナを所有していることを語っている。ありがとうございます。